皆様、万英競馬お楽しみいただいてますか。この時間はバンスターアンサーをお送りします。今日ご登場の騎手は西健一騎手です。まずはプロフィールをご覧ください。デビュー18年目、重賞はこれまで22勝、通算1981勝をマーク、大台の2000勝も見えてきました。それではお待たせいたしました、西健一騎手にアンサー。特別何かしたいっていうこともないんで、まあ、特に何もしてないですね。まあ、普通に喋るぐらいはします。はい。あ、全然普通に食べれます。特別そんな好き嫌いはないので、はい、大丈夫ですね、何でも。お酒は飲めないですね。はい。そう、でもレースの開催も終わってたんで、もうコース上のホースが全部しまわれてたので、それをまた自分たちで引き直したことですかね。はい。やっぱり寒い方が競馬はしやすいですね。まあ、冬はまあ動けば、ね、あったまるんで、まあ、暑さはもう、ね、どうにもならないんで。はい。いや、もう全然何のプレッシャーもなく何も考えることなく馬なりで行って、まあ、そしたらまあ自然といい位置で降りられて、まあ、最後させないだろうなと思ったけど、まあ、きっちりさせてくれたんで、えらい馬ですね。はい。いや、特別気にはしてないんで、はい、まあ、いつも通り自然体です。はい。まあ、今さっきあった通り、まあ、2000勝っていう、まあ、ちょうどいい切りのいいところまで来てるんで、まあ、早くできるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。お酒が飲めないなんて意外。ではベストクエスチョンの発表です。今日ベストクエスチョンに選ばれたのはユミちゃんです。おめでとうございます。さて、次回ご登場のプレイヤーは小野木孝之騎手です。小野騎手への質問を受け付けいたします。応募はメールフォームからお願いいたします。ご覧の QR コードからアクセスいただき、どしどしお寄せください。質問は何個でも OK。 メールフォームではバンスタアンサーを選んで質問をお送りください。ベストクエスチョンに選ばれた方にはプレイヤーサイン入りグッズをプレゼント。皆様のご質問をお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。バンスターアンサー。